常に選手とこう一人一人と向き合って、その選手がどうしたらこうレベルアップしていくかということは常々考えていますし、まあ、一人一人個性も違いますし考え方も違うので、それを尊重しつつやはりチームとして同じ方向を向かっていくっていうところでは対話が非常に大事だなと思っているので、なるべく多くの選手とコミュニケーションはまめに取るようにということは心がけていますし、また試合の時もやはり相手を倒すという強い意気込みで試合には臨んでますけれども、本当にその選手たちのバックグラウンドにある、まあ、努力であるとかそういったことを考えると、まあ、私たちの選手も相手の選手もその努力の日々や大変だったことっていうのは同じなんじゃないかなっていうことを感じた時に、やはり試合の勝敗に関わらずやはり選手にこう挨拶をしに行ったりであるとか、もちろん監督さんやスタッフの皆さんと試合の前に頑張ろうねっていうことを挨拶したりっていうのは非常に大事だなっていうふうに感じてますし、みんなをこう尊重して大きなサッカーというものを作っていきたいなっていうふうには考えています。